はい、こんばんは。山城と申します。全然俺映ってねえじゃん。カメラの位置が。あー。そっか。椅子をね、低くしたんだ。今、ちょっとね、画面見やすいようにって低くしたら、はい、えらいことになってますけど。今日はね、クリスマスケーキ&おせちカタログ徹底調査2024のローソンのクリスマスケーキ会の方ねやっていきたいと思います。実は撮影からね1週間ぐらい経っちゃってるんですよね。前の撮影からそのまま一緒に撮ってるわけではなくね、なんかちょっと光の加減とかも変わってると思いますけど、まあっていうのもちょいとねいろいろとあって、ね、全然ね日中 の平日の撮影がねちょっとねいろんな事情がありまして、今ねずっとちょっとできない状態が続いてまして、ね、これがねちょっとどうもこのカタログケーキのやつをやろうと思ったタイミングで、ずっとちょっとしばらく無理ですよとか、多分ね年内は無理なんじゃないかなっていうことだったんで、あれじゃあ後回しで撮るわけ、まとめて撮ることもできないしね、もう締め切り迫っちゃいますから、あこれじゃダメだということでね、週末にまとめて撮れるようにちょっといろいろと配慮していたら、ちょっと週末にいろいろと予定が入ってきて、めちゃくちゃいろいろと入ってきましてですね、あれやばくねっていう風になってるんですけど、まあそこら辺はね気合でなんとかやっていこうかなということでございます。つまり、無駄話をしている暇はないということなんですけどね、この冒頭の何分間だ今、もうすでに1分30秒90秒以上ね、ロスしてますけど、今回もねしっかりと見ていくと思います。まあね、今回がね、クリスマスケーキの、カタログは一番最初になるんですよね。うん、ですので今回ローソンさんがね多分基準点になってくるから、まあ多分基準点にするのにローソンさんが良さそうかなと、パッとね、ちょっと全体のカタログをもうとりあえずコンビニさんだと、ミニストップさんの、おせち以外は全部揃ってるんで、それ以外はねパラパラっと見たんですけど、多分ローソンさん基準値にするのが良さそうかなということで今回ローソンさんから始めさせていただいております。ではね早速クリスマスケーキの、ね、カタログ一緒に見ていこうじゃないですかということでございます。じゃあ行ってみましょう。お拳すら音だね。ああきつきつきつき、よしでスコラの、配信画面の方に切り替えましたよということで、これで、ヘッダーも消えましたね。ということでね、クリスマスケーキのカタログを見ていこうと思います。まあ、どんとね、うちカフェのやっぱオリジナルケーキをね、押し出してありますよっていうのと、予約特典とかもね、出てますね。300円引きクーポンとかありますよということでございます。まず、あ、詳細はね、後半の方に出てくると思います。じゃあね、ページをどんどんめくっていきましょう。ドン。でことで最初に出てくるのはやはり、コンビニさんはこのパターン増えそうですね。ケーキ と、チキンとね、全部トータルパックで、売ってますよっていうのがお得になりますっていうのをね最初に持ってくるということで、この辺りでもねもう売りたい商品はこれですよって、ね、すごく分かりやすくていいですよね。ドーンと出てきて、まさにこれがフラグシップのセットになってくるわけですね。ここの、右側にこれですね。でこれをどんどん見ていこうというわけなんですけど、ってことで1336円も相当お得になりますよということで、っていうパックがありますよということでございますね。内容を見てみると、ケーキはね、いちごのショートケーキ、これもローソンオリジナルうちカフェのやつですね。これの5号サイズっていう風になってますね。これあたりもね、やっぱり最近だと5号ぐらいがね、あれですね、多分3人家族ぐらいを想定して5号にしてるのかな。で、最近はその例えば、友達と、ごめんなさい、一応4から6人向けてになってますね、のおすすめセットっていうふうになってるんで、4人家族か、まあ、もしくはその、家族というよりは、あれですね、友達とかでわっと集まるよっていうような人たちとかも想定しているのかなというところでございますね。4から6人向けのおすすめセットということで、こういうふうに出てきてますね。ショートケーキの5号サイズに、デリオードブル、にマルゲリータピザですね。これ、多分冷凍で届いて、家で焼き上げるタイプのやつかな。で、クリスマスバラエティボックスということなんで、多分このマルゲリータピザは、家で調理が必要になってくるやつですので、
ある程度そのピザが焼けるような環境ありますよねっていうと、まあそれなりにね、最低限の、人は呼ぶような、ね、環境になるのかなっていうところで、まあ、4から6に向けてことで想定してるのかなってところですね。なるほどな。で、他にも、こんな感じでクリスマスケーキもねお得になるのがありますよということで、これがね、予約が、12月1日までですね。こっちもそうですね。12月1日までにアプリ予約実施ということでございます。で、早割と割り、設定というわけで、まあまあまあ期間的にはね、この多分動画を上げてからもねまだあると思います。これ多分11月の、上旬ぐらいに上がってると思うんで大丈夫だと思うんですけど、こういうような感じでなりますよということで、ここのところだと6号ケーキとかね、を出したりとか、あとはスノーボンブと、ザクザクチョコボンブということで、これも全部うちカフェの商品ですね。オリジナル商品、かなりやはり、力入っているんだなというのがこの辺りでもわかりますね。6号ケーキだと1号9号に乗ってくるんです。なるほどね、ということでございました。で、この辺りも商品自体はね、この後商品の、個別の、記事があるので、そっちの方をね、見る形になると思います。で、あとはチキンですね。やはり、ローソンさん、コンビニさんはやはりチキンにどんどん力を入れてきたよっていうのがあるんで、ここをね、強みにしようっていうのはすごく見えてきますよね。特にローソンさんはこの黄金チキンですよ。これ黄金チキンかなですね。黄金チキンのボックス。20本入りで、4980円ってことは、20で割ったら、まあ、5000円って考えてみたら、250円計算 ?1 個税込み250円計算だから。ね、今、あれ、最近そういえばケンタが全然食えてないんですよ。ケンタッキーってどれくらいかな、今ちょっと値上がりしてますもんね、多分ケンタッキーも。ってことを考えると、なるほどです。こっちだと部位がね揃ってるのもいいですよね。なるほどなってことですね。で、こっちの、L チキだとなんと20個入りで3380円なんですね。ですから、1個あたり、3400で考えたら1700円か。1個あたり、170円計算ですね。だから、まあ、169円ぐらいになる計算なのかな。なるほど。多いですね。なるほどね。はあ、そう。L チキ、結局やっぱ骨なしってね、食べやすいですしね。うん。まあ、一人でね、20個買おうと思うと。というかね、なかなか普段ね、買うときにね、20個くださいとかってね、なかなかやりにくいです。あれでいいのかな、どうなんでしょう。ファミチキでもいいんですけど、7チキでもいいんですけど、普通の時にもね、たまにあるじゃないですか。むちゃくちゃチキン食いたいっていう時。で、私、そのチキン食いてーってなったら、8ピースとか、やっぱ10ピースとかぐらい、8個から10個ね、買うんで、なんかコンビニで10個くださいとか言うと、なんかちょっと迷惑かなっていう気分になっちゃうんで、そういう気分の時はやっぱしケンタに行くようにしてるんですけど、まあというかそういう気分の時ぐらいしかもうケンタは行かなくなっちゃいましたけどね。なかなかちょっと他のメニューの値上げもね、なかなかなところだったんで、っていうのも。あと、まあ、仕事の都合もありますね。夜中の3時とかにね、ケンタッキー入ってないんでね、っていうのもあっていますけど、まあ、ただその時間だとね、なかなか、そのローソンのね、L チキとかも売ってないんですけど、実はね、ファミチキはね、売ってる店知ってるんでね、夜中の3時でも、とか、夜中の2時とか夜中の3時に、ファミチキ売ってる店だけは知ってるんで、時々、夜中に食いたくなったら、たまに買いに行っちゃうんでね、まあ、その結果がね、健康診断の非常に残念な成績になってるんでしょうけどね、そういうことを置いといてもね、こういうような感じで、L チキも、こういうふうにね、セットであるとね、こういう時ばかしは買いやすいですよね。単純にこれはいいんだよな。うん、なんか、L 付き20個食ってみたっていうのでね、一つ動画にしちゃってもいいですからね。うちの場合はね、5秒動画でも使えますし、ああ、それもいい、ありだな、なんて思いながらね、はい、見てました。で、次から、商品ページになってきますね。ということで、なんか、まあ、イラモンもいろいろと映ってますけど、打ち出してるのは、これはうちカフェのショートケーキですね。ということで、やはり、
ローソンさんはショートケーキを押しますせってことですね。これはなぜなら、自分のところで、独自開発のうちカフェでやってるっていうのがね、一つ大きいんでしょうね。ということで、独自開発のうちカフェのショートケーキが入ってきてます。で、内容としてはこんな感じ。いちごにホイップクリームに角切りのいちご、中もちゃんとあんず入ってるやつとかね、いろいろとありますけど、ここはもういちご、中もしっかりといちごが角切り入ってるんで、角切り、個人的にはどうなんでしょう、多分フルーツ大好き、いちご大好きって人からしてみると、丸のいちごが入ってるようなね、やつの方のがね、やっぱいちご感があっていいよってなるんですけど、私あんまりフルーツをそんなに好んでね、バクバク食べる人じゃないんで、どっちかというとクリームとかって、ね、甘いものつけてでないと、ちょっといちごとかもね、基本的にはたっぷりつけて食べたい人なんで、逆にこういう小刻みしてくれると、クリームとね、絡まりがいいんで、私は個人的にはこっちの方が好きだったりしますけどね。で、スポンジ3層で入って、の上層のみ角切りの、いちごが入りますってことで、クリームのソースで入れますね。クリームが2層になってて、上の層に入ってるという形なので、結局ね、これが一番食べやすい気がするんだよな。いい気がする。っていうことでございます。っていうので、これがフラッグシップになってきますね。この容器が滑らかな北海道産生クリームが入ってるということでね、ホイップクリームもこだわりがしっかりとありますよということでございます。これが、3333ということで税込み3600円、4号サイズで3600円となってますね。でもそうか、4号でも3回4人向けなのか、普通そうなんだよな。そうだよな。私は4号サイズを一人で食べちゃう人なんで、一時期ここ4、5年ぐらいね、全くホールケーキは食べてないんですけど、ホールケーキ食べるっていうのと4がっつりケーキを食べるぞってなると4号サイズを一人買ってきて、一人で食べるっていうね、こともしましたけど、ね、まあ、結局だったらいろんな味楽しめた方がいいなというので、複数ね、いろいろと買うような傾向もありますし、まあちょっといろいろあってね、こっちの方でいろいろあったって、もうクリスマスは、クリスマスケーキの紹介してる時に言う話じゃないですけど、もう一切食べなくなっちゃいましたんでね、もう多分これはもう一生食べないんでね、消化しといてあれなんですけど、でも美味しそうなのは美味しそうですからね。別に、だからクリスマス以外の日には全然食べるんで、あれなんですけどね、ということでございます。3600円ということです。気になる方は4年ぐらい、2021年だったっけ、3年前か4年ぐらい前の年末の動画を、見てもらったら、方でわざとここで掘り返して自分ではもう言いませんので、気になる方はちょっと頑張って調べてもらったら、生放送かどうかで言ってたけなっていうことでございますね。っていうのがあったんで、ね、ちょっといろいろと、あったんで、もう多分一生食べれないんで、4個のやつということでございます。まあ、普通ならそうか3、4人で、他の料理も普通もそうなんだなって、いや、去年も似てるようなこと言った気がするけど、ということで4号と5号ですね。多分5号がフラグシップになってくるんだから、あそこに載ってたのは、表紙は5号かな。そうですね、やっぱ5号サイズが表紙に載ってましたね。でかいやつを載せるんじゃなくて、やっぱ5号のやつをドーンと出してるってことは、これはね、今後多分ちょっと他の業者さんも見ていきたいんですけど、今コンビニ業界は全体的に一番豪華なやつを載せようっていう、表紙を一番豪華なやつを載せようっていうところから一番売りたいものを載せようっていう方向になってきてるのかなっていうところがありますね。午後ですよね。前、一昔前だったりだとか、多分スーパーマーケットはどうなってくるかわからないですけど、こういう時に6号載せてたんですよ。6号だったりとか、一番高いケーキ、多分この後は出てくるんですけど、もっと高いハイグレードのケーキもあるんですよ。で、昔は表紙にはハイエンドを持ってくる。で、そんな中で、中のところで売りたいものの、やっと先頭、次の頭に持ってきてとかっていうような、表紙は超豪華に、とにかく豪華なやつをっていうので、目を引いて、いろいろと選んでもらおう、手に取ってもらおうという、カタログを手に取ってもらおうという傾向があったんですけど、最近はね、コンビニも見てると、おせちなんかもそうだったんですけど、傾向としては、一番売りたい商品を一番前面に出す、だから一番豪華な商品はもう一つ後で隠してある、ような傾向が、ちょっと、増えてきてるのかな。これ6号から5号はもしかしたら単純に訴求するのがこの6号のでかいサイズ
を訴求しても、そんなに、大きすぎて需要ないよねっていう見方なのか、うん、特にローソンさんみたいなところは、コンビニエンスストアさんは昔はケーキの予約って言ってもケーキとあとはつまみとかをね、いろいろと買ってもらうぐらいだったのが、今ケーキとチキンと売りたいっていう風になってきてるんで、チキンも食べるんだったらサイズはこれぐらいでもいいよね。だから訴求してる人数は変わらないんだけど、訴求する商品のバリエーションが増えたから、ケーキもそれに合わせたやつ、昔はこれね、隣のケンタでね、ケンタッキーを買ってローソンさんでケーキを買うんだったら、ケンタでいっぱい買われるよりもローソンで少しの大きいケーキを買ってほしいよねっていう、ところだったのが、チキンも自分たちの戦力になるんだったら、両方売るっていうのを強みにするんだったら、それに向けたサイズ設定にしようねっていうのがあるのかもしれません。そういうようなのもなんか見て取れるのかなというところでございますね。ショートケーキ5個というのが4750円でありますよということでございますね。うん、ちなみにね、不思議なも、すごいもんでね、4号と5号で1号だけの差なんですけど、センチ数で言ったらね、これが直径15センチで、これが直径15センチ、こっちが13センチということで、定規で当てたら2センチって、差そんなないように感じるじゃないですか。ね、直径で2センチ、半径で2センチだったらね、直径4センチだからちょっとあるのかなって気がしますけど、直径で2センチですから、いやいやいや、ね、言うなら半径で言うなら1センチの差でしょ。というところなんですけど、このね、1センチってね、ホールで食べようと思うとね、一気に変わるんでね、1人で食べるんだったら私5個はきつい、うん、正直本当に4個でいい、うん、うんですね。まあまあ食う人だったら全然6個でも何個でも食べれますよって人いるんでね、あれなんですけど、私はちょっと食べるぐらいの人間なんで、そうすると5個でいいですし、糖分も十分取れますからね、はい、ということでございますね。これのショートケーキで、さらに6号サイズもあります。これも18センチになって、5480円ということなので、これはかなり大きいですね。6から8人向け。うん、他にもいろいろ料理を食べるんだったら、これ8人では、ね、8等分にするとちょっと細くなっちゃうんであれですけども、な、6人でね、これだったらもう本当に6等分だったら本当に十分豪華な感じになりますからね。ただね、難しいのはこれ、いちごの振り分けですよね。9個なんで、6人で分けようと思うと、1人1個ずついった後に、3個の、いちごの争奪戦が始まるんで、2分1なんで、これ勝率20、が 50% になりますんでね、これは多分熾烈な争いが起こるんじゃないかという、問題は抱えつつもね、どうなんでしょうね。でも9個だと3人で分けるにはこのケーキでかすぎるしな。3人だったらね、それぞれ1人3個ずつってなるんですけど、それ以前にケーキとして相当大きい量なんで、相当大食いになってくる感じですしね。何人で割るの ?8 人で割ると、8等分したときに、1個の、いちごが余るわけ。この1個をどうするかは相当これ大変ですよ。これでね、クリスマスケーキの雰囲気がね、変わってくるかもしれませんからね。まあ中のイベントだったりね、あれだったり、家族兄弟とかだったらこれ間違いなく喧嘩になりますから、ね、大変なことになりますけどね。さあどうなることやなってことなんですけど、まあでも今8人家族はそうないか、8人家族はないか、8人家族の場合で想定されると、おじいちゃんおばあちゃんと同居しているようなケースか、うん、ね、とかってなってくると、まあ多分ね、お孫さんにね、いちごちょっとどうぞとかってね、なるかもしれません。最近どうなのかな、そういうようなもないのかもしれませんけどね、わかりませんけど、そういうような感じでございます。で、はい、6号再生した。違う、いちごのショートケーキで何分かけてるんだって話なんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、19分、ちょっとまずいね、まずいね、おっと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 、ちょっとガンガン行きましょう。この後まだいっぱい取れないといけないんだ。で、この次から、いろんな、バリエーション系ですね。ですけど、ここも特徴的なのは全部、うちカフェの商品がずらっと並んでるってことですね。なるほど、なるほど。かなりやはり独自で、この、こだわってますね。ということで、どんどん見ていきましょう。まずはこれですね。いちご丸ごと3粒使用して、スクリーム好きにも、いちご好きにも嬉しい、ふわふわスノーポンプ5号ってことで、違うか。これは別に、商品名はふわふわスノーポンプだけなのかですね。そうそう。最近ね、ちょっとね、いろいろあってね、トップアイドルとかイオンさんの商品をね、いろいろ食べてるんですよね。で、
イオンさんの商品って、あの実はあのタイトルがとにかく長いのが多いんですよね。そうっていうのがあるんです。大体商品名が1号丸ごと3粒使用してから、始まるのがあれになってるけど、ローソンさんは別に、その商品名は普通に短いやつにしてますね。ふわふわするのポンプ高校で、さらに B、 これがザクザク食感が癖になるドーム型で見た目も可愛いザクザクチョコポンプ5号ってことで、ポンプ系って最近だんだん増えてきてます。なんかバリエーションがだんだん増えてきてますね。スノーポンプだけみたいな感じだったらどんどん増えてきてますね。さらにマロンポンプになってます。これいいな、マロンポンプいいな。コク深い、栗のマロンペーストを使用。あ、中も全部マロンなんだ、いいな。あの私マロン大好きなんでね。だから今これね、秋に撮ってるんですけどね、今からまたね、栗ソフトとかが楽しみなんですよ。栗ソフトの時期ですよ。あ、また食べに来て、楽しんで、ということでマロンポンプ4号で、どんな感じかというと、ふわパン、スノーポンプが3000円、こんな感じですね。ホイップクリームにイチゴがまるっと中に入ってますよって形ですね。で、チョコはこんな感じになってて、マロンポンプ、3050円と3050円で、555で、マロンポンプは4号で3700円なの。ああ、そうか、栗とかももう、ドカドカっと使ってるんで、原価がどうしても上がるってことかな。あ、でも4号だったら1人で食うし。ありな気がするな。なるほどな。はいはいはい。っていう感じでございますね。なるほど。はい。で、さらに、こういったザクザクパイですね。酸素のクリームを入れたハーモニーを楽しむ、ナポレオンパイっていうのがあるんですよ。これ結構新しく見ましたね。なんか、洋風なんか、なんかヨーロッパとかの方はこういった形、なんか、多いイメージなんで、なんか、あ、そういう感じですね。そのロング系の、うん、なるほど、いいですね。で、他に、フルーツをたっぷりのした、フルーツ好きが送るタルトってことで、フルーツタルトも、独自開発のやつで言ってるんですね。これは結構大きいですね。結構フルーツタルトは、ね、規制で有名なところで、ね、使ってるところは多いのが、なるほど。自分でこの辺も独自開発してくるのはさすがローソンさんってところですね。で、さらに、遊び心を忘れない見た目も楽しいクリスマスのテーマにとってブチロノエルもしっかりと、独自開発の商品が入ってきてますよということで、そう、一回でもブチロノエルって結局食ったことないんで、一回食ってみたい気はしますけどね。うん、もうなんか、フランスとかあっちの方はこれなんですよね。フランスがブッシュドノエルレート、ドイツがシュトーレンかっていうイメージですもんね。なるほど。ブッシュドノエルですよね。で、いう感じです。で、ナポレパイこんな感じ。おお、結構パイ生地とかがガッと入ってるんで、やはりお値段も、4640円という形になります。まあ、かなり凝った商品ですもんね。これはでも、本格的に美味しそうですね。で、お酒しようというのがちゃんと入ってあるのはありがたいですね。これ、お子様やお酒の弱い方とかにはちょっと向かない。パイ作るときに入ってる、入ってるってことなんですよね。いうことで、アルコール分は 1% 分はなので、パイ商品としては、売れるっていうことですね。その飲酒には当たらないような形にはなってるんですけどってことです。この手のやつね、本当にね、一回あったのは、あれ、パイだったっけな。お酒が全然ダメな、方で、本当にお酒がダメな方で、一回この手の試作をやってたことがあるんですよ。うん、試作をやってた時に、焼き加減とかもだから最初なんでね、ちょっといろいろとどうするかなっていうのをいろいろとやってた時に、一回ちょっと、ラム酒が抜けきれなくて、多分ね、これもラム酒使ってると思うんですけど、ラム酒が、焼き上げた時に抜けきれてなくて、アルコールが飛び切れてなくて、試作だったんでね、そう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 。それでですね、一口、食べて、そのまま顔ばっかりになって、その日仕事になりませんでしたっていうね、先輩あったんでね、おーと思ったら、これ多分飛び切ってなかったかなーっていう。別に私は食べて通りぶらない感じだったんですけど、本当にお酒の弱い方っていうのは少しでも残ってると、そういうことがあるんで、まあ多分、ね、本線で、ね、出すときは当然ちゃんと焼き時間とかもそれで調整してやるんでね、あれだったんですけどね、その日止まっててましたからね、ということがありましたね。あれ止まってったっけ。あの時はあれだ、奥様が迎えに来たんだね。そうだ、いうようなことがあったな、なんてことも思い出しながらね、こととかもありながら、4個別添え、そう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 。でそのお酒しようとか書いてあるのは、多分私みたいなね、まあ、飲んだくれはね、全く別としても、本当にお酒が、弱い、人とかはね、
そういうような感じになる。あとアレルギーの方もいるんで、酒を使った商品を食べるとアレルギーでダメっていう、いう人はね、もう本当に強い人は大変なのが、アルコール消毒でもアレルギー反応出ちゃうんですよ、うん、っていうのでね、なかなか大変だっていうふうに言ってますけど、だから飲食とかもなかなかいけない、アルコールで吹き上げるんで、うん、どうしても、それがその成分でもダメになっちゃうって人もいるらしいんで、いうことなんで、なかなか大変らしいですけど、っていうなんか、そのあたりとかも考慮して、ちょっとお酒しようとかしっかりと書いてあるのは、さすが、大手チェーン店だなということでございますね。で、フルーツタルトに、ブシロノイルが入ってますよと、いうことでございますね。なるほどね。こういう感じで、ブシロノイルはチョコチップとかが入ってますね。で、ホイップクリームも入っていた形なんですね。なるほどね。という形でございました。で、さらに、ここからさらに本格スイーツ、系が入ってくるんですけど、これも、よく見てみるとうちカフェなんですね。これは、ヘンリー、シャルペン、芦屋なんで、芦屋は兵庫ですね。兵庫の高級住宅街とかですね。ヘンリー、シャルペンティエ。シャルペンティエ、フランス語ですね。フランス語か。フランス語だとエンリか。H 発音しないで。エンリ・シャルペンティ。エンリ・シャルペンティぐらいの感じですかね。あ、でもあれですね。メリークリスマスって書いてくれてあるね。これ読めるだけ。あれですね。フランス語で書くと何ノイルでしたっけ、ありますよね、メリークリスマスって書くことはありますね。ね、さあ調和した、すごいですね。おお、高級なケーキが映っております。ただこれすごいのは、これもうちカフェと共同開発なんで、うん、独自なんですね。ってことでこんな感じ。なるほど。ね、やっぱご高級なところはね、これなんですよね。やっぱね、我々庶民だとね、いちごがドカーンと入っとったら、どうや中にもいちごがいっぱい入ってるぞって言われると、おお高級やって感じが出ますけどね、ガチのおしゃれ感出してくるところ、いや、もはやいちごは全部ジュレでございますと。ストロベリージュレということでございますね。なるほど。で、丸のいちごを、乗せるということではなく、ジュレにすることによってね、濃厚な、ジュレソースを、こういう時もね、ジュレを、ね、何もね、書いてないですけど、当然このいちごもね、濃厚ないちごになってます。つまり、普通のいちごよりも濃厚なものを、こう、凝縮することによって、エレガントで、適になるんでございますよ、ということです。うん。一手間を加えて、おしゃれ、かつ豪華に。エレガントに仕上げる。結果が5000円ということでございますね。これは4号サイズか。4号サイズで5000円ということでございますね。おエレガントでございます。これはすごいですね。これはもう家でマルチキンとかも出すよねと。多分、4号にしたのはもう5号サイズでこういうの作ろうとすると、だいぶすごいお値段になってしまうっていうのもありますし、あれですね、多分このクラスを買う人っていうのは、家でマルチキンを焼いてしまったりだとかね、いろいろと、するんでございますよ、奥様、ほほほほみたいなね、ところのね、お高級な皆様でございますので、この私のようにね、一食どうにかね、200円以内に抑えられないかとかって、ね、いろいろとね、やってる限界飯食ってる人間とは違うわけでございます。すごいですね。なるほど。ってことでございます。出てますね。ここに書いてありますね。アンリ・シャルパンティエ。アンリ・シャルパンティエ。これ、やっぱ、アになるんだ。エンリって言ったら、あすか、アンか。アンドゥ・トロワールですもんね。アンドゥ・トロワールの場合は UN だ。UNE だ。アンと。そうですね。H 読まないよっていう。シャルパンティエ。が、お菓子屋さんみたいな意味でしたっけね、シャルパーニュとかね、いう感じでございますね。なるほどね、ということでございます。とかフランス語辞典買ったから、これ見たらいいな。これに合わせてね、絶対フランス語出てくると思ったから、フランス語辞典買ってきた。
このね、あの昔持ってたプティロワイヤルの、もう一つ新しい版のやつですね、改訂版の方のやつを、買ってきたね。これ見たらエンリーは何かね、エンリー、アンリーはね、単純に、男の子につける名前らしいです。男性によくつける名前らしいです。なるほど、なるほど。で、シャルペンティエね。CHA、シャ、お、やっぱね、引き慣れてるね。シャ、すぐ、1ページ目に出せた、俺。N、OP、あー、惜しい。1ページ後ろだったか。シャル、G、あ、2ページ後ろだったか。シャル、ペンテ、シャルペン、T-I-E-R、 シャルペン T、 あ、あったあったあった。いや、結構使う言葉見た。シャルペンティ、大工、辞書にはシャルパティ、男性名詞で、大工ってなってますね。船大工とかそういう感じで、大工さんみたいな感じで使うらしい。あ、じゃない。ですね、ですねってなってますね。へー。おー。ですから多分、辞書は大工ってなったけど、意味合い的には多分職人とかっていうような感じで使ってるのかな。なるほどね。はい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 。無駄にこういうのだけ準備することに定評があるんで、結果的になんとこのページですでに30分オーバーになったというね。怖い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 。やばいよやばいよ。またこのシリーズとんでもない泥沼にはまるよ。前回のやつ見直そうと思ったら総再生時間何十時間だったかびっくりしたわ。あんなに喋ってたんだね、トータルで。よくやってたねっていう思いますけど。あります。で、次はグオディバと組みました。これもうちカフェと共同開発。もうこの辺りの商品に入ってきても、まだまだうちカフェの名前が出てくるということで、相当オリジナル力入れてますよね。ということで、うちカフェゴディバが入ってます。まあ当然ゴディバなんでね、チョコですね。チョコ。チョコ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 。いいですね。チョコの黒さはいいですよね。基本的に山田さんは、黒い食品の方が好きですね。白系よりも黒系の方が好きな食品が多いんで。うん。いいですね。大人な感じありますしね。もう言ってね、私もね、40ですからね。いつまでもね、一日うまい棒生活やってみようかなとか、そういうわけもいかないし、うまい棒も値上がりしまいだしね。いやー、大変だよ。あー、大変だ。ということでね。あーなー。という感じでございますけど、いいですね。加藤翔からと入ってますってことですが、まあ言うてるでも、私、結局、山田もこもこあれ、1日3本投稿、今も1発3本投稿、一時期4本投稿でやってましたけど、あれやるように結局、1日4食以上何かしてこないときなかったんで、なんだろう、朝飯とか、職場でね、食べてるやつとか、職場は映せないんで、カメラは禁止なんで、職場ではね、撮れなかったりするんで、そうすると結構限られるんで、なかなか大変だったりするんですけど、こんな感じでございますね。で、ショコラノエルということで、4号ってことですね。これはもう、チョコの、クリスマスってことですね。チョコクリスマスって感じですね。なるほどでございますな。いいですね。で、さらに、次のページに行くと、まだ、うちカフェマーク残ってます、ね。すごいですね。この次は、久屋、京都の久屋さんと、組んだのは、これは、マロンか。あ、モンブランですね。なるほど。いいですね。ホイップクリーム、中、抹茶なんだ。はぁ。で、丹波栗でね、京都感できますよ。あらあらあら。ということで、これが4800円という形でございますね。丹波栗の、モンブラン、4号相当で4444円税込み4800円という形でございます。これなら一人で全然ピロッといきそうですけどね。うん、山田さんだけか。高さがもうあれですからね。うん、いいですね。で、さらに次は森半さんと組んだのがスポンジガラシュ、ホイップクリーム、フレッシュサーズを全てに抹茶をしようってことでどうなのかというと、ドンと、
抹茶ケーキですね。なるほど。ザ抹茶。いいですね。わーなテイスト。ここまで用にとね、融合させるのなかなかすごいですね。中見てみると、切ってもすごいんだ、これ。抹茶もあるけど、中切ったらね、白くなってくるのかなと思ったら、なんのことはね、もう、抹茶クランチの入ったこのクリームのところ以外は、もう、緑のコントラスト。緑グラデーションです。グリーングラデーションで GG ですよ。グッショップですよ。グッショップだったら、GJ か。違うな。だから、いいですね。すごいですね。はい。ということでね、うちカフェモリハン、抹茶ケーキ4、5、外4020円という形になってますね。うん、いいですね。で、さらに面白そうだったら、これですね。なんか見慣れない感じのやつがトンとあるんですけど、これないかなと思ったら面白いですね。そのままでも飾り付けてもってことで DIY ケーキっていうのも売るらしいです。これもうちカフェの独自開発でプレミアムロールケーキ5号相当、ですから普段食ってるやつを5号相当のロールケーキの大きさにしたんですね。これクリームのところを取るの相当大変そうですけど、これあれどういくんだろうなって思いながらね。で、さらにびっくりしたのが、これですね。シンプルショートケーキ6号。こう来たかって。なかったね、これ。いや、いつかどっかやってくるんじゃないかなと思ってた。正直ね。正直いろいろ高くてきてるじゃないですか。値段を抑えるってなった時に、いちごとか省いたら絶対安くできるけど、果たしてそこまでするあれはあるのかなと思ってたんですけど、ついに来ました、その攻めた刺激。なぜできるのか、これはうち、全部これもうちカフェなんですよ。独自開発だからこそできると思いますね。うん。ということで、自分で片付けしましょうというようなあれですけど、もうシンプルに、楽しむってやってですね。で、これだと5号相当2400円、プレミアムロールケーキね。うん。これ、逆に気になるけどな。外食べ、食べるあのふわふわのクリーム、オンリーでここまで来て、どうやって取れるのかなって、すごく心配になるんで、逆に食ってみていいけど、2400円だよね、ありますというのと、盛り付けてもいいですよ、ということで、こっちがこんな感じですね。もう中もピーチの刻んだやつで入っておって、もうシンプルにまとめてあるんで、6号で2560円ですもんね。単純に安いですもんね。まあ、だから、飾り付けはですけど、単純に、これ、なんか、限界飯的に、これだけを黙々と食べるっていうのも、なんか、ありな気はする。逆にありな気がする。うん。うん、さっきも言いましたけど、私そんなにいちごとかこだわらない人って言ってたじゃないですか。そんなにいちごとかねえ、そんなに好んで食べないよねっていう人からしてみたら、逆にこっちの方がいいかもしれない。うん。うん、だって6号サイズでね、でも6号サイズか。6号サイズさすがにちょっと食べきれんかな。うん。でも具材がないから逆にいけるかな。どうなんだろう。気になる。で、あとはティラミスですね。単純私ティラミス大好きな理由ですね。で、これは、あたりは何かなと思って、うちカフェなんですけど、当然のことでも独自開発なんで来るんですけど、地球に優しい SDGs ケーキってこれ、もうすごいですよ。もう何でもって SDGs 切りゃいいと思っているのが、実はローソンさんもそうだったのかってところなんですけど、SDGs らしいです。どのあたりが SDGs なのか。あれなんですけど、こういうことらしいです。地下編人気のプレミアムロールケーキの製造に似ているスポンジの端っこをしようってことで、もったいないを生かしたティラミスってことでございますね。このあたりとかは、ちょっとめたい発言をすると、いわゆるそのロス減らすっていうのは変な話、その原価率を下げるということとかにもつながるんで、結構こういった、その端材とかを再利用した商品っていうのは、一般の街のケーキ屋さんでも最近は結構よくやってるらしいです。その表だと SDGs、うちはこうやって SDGs でやってますよっていう風にすると、端材を使ったケーキっていう風に見られるのがあれなんで、わざわざこれ端材を使ったやつですとはしてないんですけど、結構こういう形で原価を抑えるような形で、再利用とかを、その端材の再利用とかは、やってるケースが多いよっていうのを、なんかこの前どっかの動画で見た、あ、東海オンエアだ、サンドウェブだ、なんかで言ってたね、っていうのがありましたね。とか、5個。で、さらに、ショコラカナッシュ4号相当もありますよってことでございますね。普通にティラミスうまそうなんで、俺ティラミス大好きなんですよ。単純にティラミスが好きなんだ。ってことでティラミス5号こんな感じ。なるほどね。ここのスポンジの部分にその材料が入ってるわけですね。まあ、いいよね。やっぱティラミスのクリームって美味しいんだよな。2920円。いいですね。これなら私ね、
あのティラミスはもうこのサイズ全然一人ペロッといきます。はい、いいね。でさらに、ショコラ香るということで、これはインパーフェクトってことで、美味しい話題が嬉しいにつながる、社会の実現を目指す、これは、フェアトレードってことかな、当初通じて生産を応援します。インパーフェクトガーナのココア農家をサポートして作りましたよということなんですけどね。あら、これまあまあまあこういうのも SDGs になるんですねってことでございますね。持続可能、どういう、あ、秘密はこちらってあるんで、ぜひ QR コードで詳細をちょっと、あたりまた、ちょっと見ときますけどね。うん。見てみる。この画面できるかな。あ、読めなさそうだから。あ、ちょっとあれですけど。うん。ぜひ、気になる方はね、お手元に取っていただいてね、リンク、載せたら載せれますけど、まあそういう形でやっときます。多分ちょっと載せるの難しいと思うんで、ぜひお手元に取っていただいてね、やってみましたいんじゃないかということでございます。で、見続けオレンジにホイップチョコアパルダ、オレンジカルコカオスポンジとかが入ってますよ。4170円でございます。ございません。なるほどね、という感じでございました。でさらにキャラクターケーキとかですね、だから何か来るのかと、おぼんくと一緒って言ってるんですね。これは、こういう感じなんですね。ローソン限定マップしてて、これもローソン限定でやってるやつなんですね。なるほど、今はこういうのが流行っているんですね。おじさん知らねえやっていうことで、はい、文具と一緒とかって、まあ、私ね、元文具マニアとしてはね、やはりね、ちょっと気になる、お文具気になるところですけど、そう、文房具店って減ったけど、実は本屋さんよりは減ってないですからね、うん、結局文具、事務用品とか、やっぱ事務用品屋さんっていうので、やっぱ事務の方が使うっていうので、まあ、ただ、とはいえ、そのあたりもだいぶ、やっぱし、モノタロとかが入ってきてるんでね、うん。なかなか、その業務用の、ところのお客さんをしっかりと抱えきれているところが残っているという感じですね。ですから、やっぱり個人販売だけだとかなり厳しいだし、もしくはもう完全に画材にこだわっているところとかね、だから、白洋も結局文具館に残ってますもんね。あそこは多分そういうことでしょうね。画材とかも相当入ってますからね。まあ、それこそもしかしたらね、四日市の一番有名な文房具屋さんなんでね。四日市といえばね、もう当然もうイラストレーターといえば、ういままがね、いますからね、もしかしたら買ってたかもしれない、ね、もしかしたら白洋とか着てたかもしれませんからね、白洋は十分ありえますからね、本当、四日市市民だったら、うん、そういうこともありながらね、4個歳で、この4970円で、あとはシナモンなんすね、あ、そう、これ大事なのが、シナモンじゃなくて、シナモロールなんですよね。そう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 、ちゃんと、そうそうそう、シナモンちゃんって言いがちなんですけど、シナモロールちゃんっていう、あれ、なんだっけ、あ、違う、シナモロールのシナモン、ここに出てるのはシナモンちゃんね。確か、シナモンちゃんとロールちゃんだったっけ。で、シナモロールっていうユニットなんだったっけ、付け合い場です。ねるちゃんのチャンネルと、うごちゃんのチャンネルから、チラチラと見とった。付け合い場ですけど、うん。そうそう。そう、うごちゃんもね、そうですね、シマスペイン、こっちの三重県だとシマスペイン村、いや、三重県だけじゃないか、シマスペイン村のイメージの子ではあると思うけど、うん、そうそうそう、サンリオ好きでも有名ですからね、ピューロランドとかもめちゃくちゃ詳しいっていうね、うん、いうことなんでね、そうそうそう、そう、で、レンギ限定のやつということで、シナモロールちゃんですね。で、さらに、ここのあたりしっとりチーズスフレとかも入ってくるんですね。1920円。で、あとはこれはミルクレープなんかもね、あるんですけど、うん。お気づきでしょうか。で、次に来るじゃないですか。ショートケーキの詰め合わせが来るわけですね。あ、なるほど。アソート系ですね。はいはいはい。うちカフェのショートケーキがいろいろと入ってる。こういうのもいいですよね。で、さらに、プチケーキもね。はい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 。やっぱね、最近何やかんやとこういうの出るのやと、もう人気、やっぱ女性とかだとこういうのとかもいいんでしょうね。はい、いろいろとあるし、ちっちゃいとかそういうのもないんでね、それも非常に便利ってことでね、結構若い方とか中心人気という感じなんでしょうけど、お気づきでしょうか。去年までね、思い出しましょう。これって言ったら絶対不二家だったんですよ。絶対不二家でしたよね、ここ。先生、ここまで、
これもローソン限定でしょ、これもローソン限定のあれがついてるでしょ、うん、ケーキ自体ちょっと変えてないけど、うん、ローソンのあれになってますよね、うん、うちカフェとは変えてないですけどね。でここはうちカフェ、うちカフェ、ここもうちカフェ、うちカフェじゃないですか。なんとここまで全部オリジナル商品開発なんですよ。ああ、共同開発もありましたけど、すごいね、ここまでオリジナルなんだっていうことで、やっぱオリジナルがいいんでしょうね。ということで、これだけ増えてきました。アシアンブロードね。はいはいはい。ということでございます。すごいですね。で、さらに、ドン。8大アレルギー不使用ということで、なんかいろいろと出てます。あ、これもでかくしたのあるわ。こんな感じで、一応もクリスマスケーキ。このあたりは、うん、これもローソンオリジナルなのかな？いわゆるシンプルクリスマス、シンプルケーキですね。いちごも、ね、上にちょんと乗って、で、ピーチパインでね、中入ってっていうような形のやつ。で、さらにチョコレートケーキもあります。これも4号4号で、っていう形でございますね。はい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 。いうのがありますよということでございますね。で、さらにキャラクターケーキはディズニーのアナと雪の女王なんですね。なるほど。はい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 。ということでございます。このあたり、後々大事になってくるかもしれないんで、ちょっと覚えておきましょう。これは、あの時、これが山崎のやつになってくる。まだ Y ってなってますもんね。どこせっていうのは特に、書いてはないんだけど、多分山崎なのかな。オリジナルではなさそうなので、ここだけ Y になってるのは何なんでしょうね。多分山崎の Y かなと思うけど、この手のやつ作るっていうと、山崎か、フジパンパスコあたりになってくると思うんで、うん。っていう形ですね。山崎のやってたと思います。ディズニーが入りますって形ですね。で、さらに、アレルゲン不使用の、卵、乳、小麦を使わないケーキってなんですよ。逆にどうやって作るんだ？米粉とかでやるの？っていうことですね。で、すごいのが、この手のやつって、うん。アレルゲン不使用ですけど、同じ工場内で作ってますよとかっていうのが多い中、これも独立した製造ラインで製造までしちゃうんですね。だから完全に間違えないよ、完全に分けちゃうっていう形なんですね。すごいですね。アレルギー用なんですよ、いうことで。豆乳クリームに、あ、米粉ですね。やっぱりスーポンズとか使ってますよとかですね。あ、ありますという形でございます。さらに、同じく不使用のチョコレートケーキっていう形で、あのあたりとかもすごいですね。乳と食わずにここまでできるんですね。っていうのが、まあ、それぞれ、店舗で3,930円、あとこのあたり宅配のみのやつもあるんですね、4,908円、5,890円といった感じになってきますということで、いやまあ当然ね、もうやっぱアレルギー、ダメな人、NG な人方も多いんでね、こういうのもあるのはありがたいところでしょうねということでございます。で、さらにシトレもあります。2,400円、一回シトレンを買ってみてもいいんだけどな、本当にね。こういうシトレンがありますし、一回食ってはみたい、シトーレンはね。うん。さしてお召し上がりください。焼き菓子のシトーレンということですね。ドイツの定番品ですよね、確か。で、次が、バウムクーヘンですね。これもドイツですよね。バウムクーヘン。なんだったっけ、年輪とか、木の年輪とか、そんなような意味合いでしたりね。めくりのバウムクーヘンもありますね。1400円というのがあります。こんな感じで入ってきますよ、と。で、さらにここからアイスケーキですね。これが、丸永製菓さんのやつになってきますよ。ショートアイスケーキ。これフローズンってことかな。01と、さらに、どんぐりですね。これももう、この手のカタログで定番ですよね。どんぐりパーティーパック。はいはいはい、入ってきますよ、というのと、さらに、おはよう犬やブルーレギュース。これなんか今、海外、外国の人とかにすごく人気らしいですね。この今、おはよう乳業さんのブルーレが。ということなんですけど、これもね、もうクリスマスギフトの定番ではありますよね。のが入ってきます。まあ、うまいですよね、これ。私もね、食べたことありますけど、まだ、そういや、もぐもぐ使ったことねえんだよな。そうそうそう、どうしてもね、ある程度ある値段が安くて種類が豊富なやつをね、バッとまとめて買ってね、一気にガカガカって食ってやるのがね、手っ取り早いんでね。これそういや言ってなかった、ね、今晩でも買いに来ちゃおう。よし、いいですね、ブリュレット。あとはプチアイス、これもおはよう乳業さんですね。うん、これはでもよく食べる。
それこれも確か僕でまだ使ったことないけど、あります。フィティアイスいいですねっていうのがあります。10個パック12個パックくらいある、あ20個以上だったっけ、ありますよね。あれが一番好きですね。いろんな味が楽しめるんですよねということでございます。はい。で、さらにチキンがドーンあります。まあチキンはさっきも話したんですけど、ここはねお得にしてあるのが特徴ですね。普段よりも例えばこの20個入りだったら普段なら6986円になるから4908円になってみたいなとか、20個入りお得ですよと。でこれもそうですね、1380円、 L チキンこれだけ入ってお得なのいいですね。これはいいなあ、いいなあ。 L チキン祭りしてもいいんだけどな、どうせまどうせまた健康診断もダメなんだし、はい。でバラエティボックスもあります。あこういうのでもいいですよね。うん、いやこういうのをどんどん出されると今どん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 ちょっとケンタッキーさんね大変だっていう話もありますから、こういう風にしてバラエティとかを揃えるようにどん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 優勢になってますもんね。力が入っていい感じになってますもんねっていうところで、うん。でさらに黄金チキンボックスもありますね。はいはいはい、こんな感じでありますよ。これとありまして、L チキンのやつも、あもうこいやいいよな、正直。あそここれ1000円かしら、これでもいいな、うん、いいな、うん。あでも20個の方のが映えるか配信効率を考えてしまう。普通に食べるのはこれにプラスアルファでいいんだよな、酒とか飲むんだし当然、うん。でさらに唐揚げくんボックスね、唐揚げくんボックスもいいですね。25個いいですね。唐揚げくんをね死ぬほど食べてみたいっていう日はありますよね。一度は男の夢じゃないですか。うん、唐揚げくんね、もう延々とね、もう飽きる前に食べてみたい。大体1箱じゃあるし、2箱でもね、なんかもうちょっと食べたいなっていう時ありますよ、が出てくるのはこの唐揚げくんの魅力ですからね。うん、サクサク食べやすいですよね。と、うん、いうことで、まあ、あります。25個なら満足できるのかな、試してみたいな。いいですね。ということでございます。で、さらにローストチキンとかいろいろとあるんですね。こんな感じで、国産鶏のローストチキンとかなんかも持っちゃってるんですよね。2800円。いや、すごいですね。これはレンジ温めってなってます。これね、結構でかいよね。1524なんで、なんかするとマイナスプロモーションにならないように気をつけないといけないんですけど、これ多分、チャッチーレンジだとちょっと大変かもしれない。温めるのね。うん。ある程度ちょっとしっかりしたレンジでないと厳しいかも。一応入るっちゃ入るから、でもターンテーブル回らなさそうなんだよな、これ。入れちゃうと。うちのやつだと。あ、でも大丈夫かな、うちはまだ大丈夫だ。あ、じゃあ大丈夫かな。うち実はチャッチーって言いながらね、チャッチーって言いながらね、古いのをずっと使い続けてるナショナルのやつなんですよ。そう、だからナショナルのやつなんで、実はオープン機能とかも一応ついてるやつなんで、いけるかもしれない。なんならオーブン機能で温めれるし、ね、なるほど。で、国産鶏ローストにしてみて、だから、本当に4000円とかで売ってるようなレンジとかだったら、これなんだっけ、これなら全然いけますよね。これですね、1100円とかありました。とか、ローストチキンレッグとか、この辺りでいい気もする、正直。あ、でも国産鶏のやついいな。そう、国産鶏でね、前はね、買ってたところ、鶏肉専門店でローストチキンとかこういうの売ってるところがあったんですよ。もう昔ながらの本当に鶏肉屋さん、柏屋さんなんですけど、こっちで言うと柏屋っていう風になるんですけど、うん、店名じゃないですか、とか東京の人も見てるかもしれないからあれだな。あ、今回時期的にちょっと関東の人増えてる可能性あるからあれですけど、あれですね、関西だと鶏肉のこと柏っていうんで、実はね鶏肉専門店が西、あれ東京はそうでもないのかもしれないけど、西日本って鶏肉、肉屋さん、精肉店とは別で鶏肉専門店って結構あるんですよ。で、四日市もちょっとね、だいぶ減っちゃったんですけど、昔はね、鶏肉専門店であって、その鶏肉専門店を大体柏屋さんって呼んでたんですよ。柏屋さんで買ってくる。ね、やっぱね、柏先生がいろんな部位とか、あと、もも肉もカットの仕方がいろいろ置いてあったりとかね、あったりするし、あとはね、こういった感じでローストチキンとか焼いて売ってくれてたのがあったんですよ。いろんなね、で、焼き鳥なんかもやってたりとかね、あってね。あれがね、美味しいんですよ。やっぱ国産鶏でしっかりしたところで作ってあるんで。っていうのがあってね、よかったんですけど、そうなくなっちゃってね、いつも言っとったところが。うん、
ちょっとだけ動画に映ってるかな、残ってたかな、5年、6年前の動画とかな、残ってるかもしれない、というところなんですけどね、言ってたところはなくなっちゃったんでね、うん、っていうところがあってね、コサンドリやっぱ美味しいからな、こういうのもいいな、というふうに改めて思いますね。大阪のね、やっぱ商店街行くとね、全然柏屋さん残ってて、こういったのね、だから、あるんですよ。もも焼きとかって言ってね、売っとったりとか、ターザン焼きとかもありますよね。うん。どうですかね。商店街とか行った時は、なかなかね、商店街、ね、食べ歩きとかは難しいところなんですけど、大体ね、こういうね、菓子屋さんだと、その、もも焼きとか売ってる、ね、そうするとね、ちょっと買ってね、ちょっとね、こういうんでね、売って食べてね、なんてこともできるんでね、いいんですよね。ローストチキンレッグとかもありますよと。で、こういうあたりもありますね。やっぱもうターキーですね。ターキーも売ってるんですね。すごいですね。はいはい。まあね、アメリカとかだったらターキーの方がね、メインですからね。クリスマスは。で、さらにローストビーフ。で、骨なしスペアリブ、山賊味とかっていうのがあるんですね。なるほど。で、さらに、これは、アイガム肉ローストもあるの。さらに、味噌煮込み、豚肉の。うましよ。これでちょっと日本酒と合わせたいね。ちょっと辛口で日本酒と合わせたいね。ワインでもあるのかな。でも味噌煮込みだとどうしても日本酒。焼酎もいいよね、豚肉って。豚肉と焼酎の相性ってなんであんなにいいんだろうねっていうところなんですけど、まあやっぱクリスマスといえばね、ワインを飲むと、あ、でも赤ワインとも合いそう。合いそう。結局酒なら何でもいいのか、お前って言われたら。否定はできない、ということでございますね。はい。で、さらに、マルゲリータピザ。まあ、やっぱピザだ。あ、ってことはワインだな。やっぱワインだな。あ、マルゲリータピザ。あ、いや、日本酒でも飲むけどさ。日本酒でも食うけどさ。なんならピザ一番当てに、ピザの、食うときに一番何で酒飲んでるかって言ったら、絶対俺中、ストロゼロだけど。絶対ストゼロが単独1位で多いけど、うん、ワインも飲みたくなるときあるじゃないですか。ワインはね、次の日残るんで、なかなか平日飲めないですよね。うん、収録はね、酒を飲む人からするとね、次の日残りやすいお酒ってなかなかね、でもあれも耐性なのかな。日本酒良くなったもんね。うん、昨日日本酒飲んだんですけど、普通に今ピンピンしてますもんね。昔は日本酒飲んだ次の日はもう頭痛くてダメでしたけど。うん。ですね。単純あれかな。スポトリとかの、チェイサーでスポトリとか飲むようにしてから良くなった気がする。うん。このあたりも、オリジナル商品ですもんね。すごいですね。マルゲリータピザの。何、明太ポテマヨピザ。多いですね。これサイズは結構でかいのかな。28.5cm、30cm 定規ぐらいだから、ちっちゃいトースターだとちょっと厳しいか。ですね。はい。で、さらに、照り焼きチキンピザがありの、はいはいはい。で、さらに、あいな肉盛り。いや、肉、やっぱ肉なんだよね。肉しか勝たん。ああ、いいですね。仙台から出会った方でありますよ、ということでございますね。で、さらに、成城石井ですね。ハモンセラーノレゼルバ、レゼルバかな。ハモンセラーノレゼルバかな。わかんねえ。わかんねえ。ここに書いてある。綴り書いてある。わかんねえや。読めねえや。これがハモンセラーノとってなってますね。2種のサラミ。はいはいはい。ここハモンセラーノで切れるみたいですね。ハモンセラーノのレゼルバーなんですね。はいはいはい。はい、よかったよかった。わかんねえや。わかんねえや。これ、どこのどこの言葉から、エスパニョールってなっとるね。スペイン語か。スペイン語辞典は見たことねえんだ。あ、気になるな、スペイン語辞典もない。言ってもいいんだけどね、結局なんやかんや多いですからね、スペイン語話す人って。うん、ね、三重県だから、ね、島スペイン村も近いですし、近いって言いながら遠いんだけどな、そこ。ね、ありますね、はい。まあでも東京の人からしてみたらね、全然東京からね、島スペイン村に行くのと、四日市から島スペイン村に行くのだったら、間違いなく四日市からここのが近いですからね。それは間違いない。うん、ただ四日市からでも、ちょっと二の足を踏む距離ではある。
特に車だとね、車だとどうしてもね、どうしてもね、あのね、車だと長島スパーランドとか鈴鹿サーキットが便利すぎるんだよな。そう、鈴鹿サーキットか車でね、あの公共交通機関で行こうと思うとちょっと大変なところなんですけど、サーキットなんでちょっと郊外に作ってあるんでね、うん、ただね、サーキットなんで車好きが集まるところなんで、車で行くにはまあバチクソ便利なところなんでね、うん、サーキットの中では全然都会の方にある方ですね、うん、世界中のサーキットと比較しても大体すんげえ郊外に作るんで、サーキットってあの都市から車で 1,2 時間とかで乗ってくるんですよ。なんならもう都市から数十分というか、なんなら開発が進みすぎて、あの辺りそれで人気になって進みすぎて、というかまあその隣にホンダの工場があって、とかだからホンダなんで、ホンダの工場、ね、鈴鹿のホンダ工場がある兼ね合いとかで、でっかいイオンもあるし、なんやかんや栄えてますからね、便利なところだったりしますけど、なんかエスパニョールそうだから、スマスパイムラーと多いんだなって、ね、あとブリーって何ですか、ブリーって何ですか、グリーみたいな感じ、熟成ブリ、フランス産熟成ブリー、ブリー、調べろ、ブリエって書いてブリーっていうらしい、フランス産ってことはフランス語字で載ったら、ブリーって何、ブリー、ブー、BR、オーポン。ボン、ボンボン、それではって意味らしいです。ボンソワール、こんばんは。ちょっとブリブリブリ、OPQR、棒が多いんだね。棒とかブリ、いや、あとブリ、IEE、ブリンバンバンボンのブリンは、細い茎っていう意味らしいです。茎なんだ。ブリンバンバンボン。繊維とかそういう意味らしいです。ブリ、フランス語ではね、ブリエ、じゃない、ブリ、ブ、ブリ、あ、違う、エルだ、ブリ、シー、ブライド、ブライド、ん？ブライドは、あ、結婚じゃないんだ。ブライドって書いて、ブレッツって言って、手綱なんだ。ブリ、あ、あったあった、ブリ、ブリ地方っていう地方があるらしいです。そもそもブリっていう地方があるらしいです。で、そこの、パリボンチ東部の肥沃な地方ってことで、どうも、いわゆる、ですから、その、ほ、あのこういった酪農、とか、農業とか、そういったのが、すごく、栄えている地域なのかな。で、そこから、で作られる、ティーズの名前っていうことで、正直、あ、大丈夫でした、ちゃんと辞書にも載ってるぐらい、ちゃんとフランスではちゃんと定評のある、その特産チーズみたいです。なるほど、うん、柔らかいらしいです。そこまで辞書にわざわざ、あのね、面白いのが、フランス語辞書とかね、イタリア語辞書はね、あのね、食品に関する解説がね、やったら細かく書いてあったりするんでね、やっぱね、グルメの国にはね、そういうのが多いんだな、っていうわけですね。なるほど、よかった。辞書買っといてよかった。うん。こういうのがあるらしいです。はい。勉強になりましたね。ちょっと一回、そっちの方、Google マップとかって、バーチャル駅間散歩とかもやってみて、あ、駅間散歩とか散歩しても良さそうですね。ブリーチをちょっと入れときましょう。はいはい。ネタに困った時にやります。部屋取り。これからまた真冬にちょっと部屋取り増えるかもしれませんしね。よいしょ。ということで、さらに、4種のハードチーズアソートってことで、入ってますね。アソートいいですね。パルミジャーノ、レジャーノ、ここにゴーダチーズに、レッドチェダーチーズに、ホワイトチェダーチーズ。いいですね。チーズはね、何やかんや食えるようになってきた。酒飲むようになってから、大人になってから食えるようになってきましたね。うん。いいですね、こういういろんなチーズも。はい、という形でございました。さあ、まだまるまるページあったんだわ。デリオードブありますよ。はい、ということで、ね、いろんなのが入ってますね。スモークマリネ、マリネに、旅行食野菜のパーニャ、カブルソース入ってますに、ね、チキンのレモンペッパー焼きに、ホタテとブロッコリーのバジル焼きに、生ハム、クリームチーズポテトに、スペインフォームレス、さらに、金柑、
き、柑橘、ジュレのトマトサラダ、エビの明太子サラダにパンプキンサラダも入ってますよってことで、豪華です。2860円でありますよとか、あとはスモークサーモンのサラダプレート、ああ、洋ですね、やっぱ洋が多いですね。あれとかもかなり本格的なやつになってますね。サラダプレートが入っていたり、スモークサーモン、あ、いいですね。で、さらにサンドイッチも、あれですよ、昨今ね、コンビニのサンドイッチがどんどん寂しくなっていくなんて言われていく中、お金とか出てますね、ちゃんと入ってますね。いい感じですね。なるほど、入ってますよと、ちょっとさっと流しておきます。さらにフルーツサンドもありますね。すごいですね、この断面出せるんだね、すごいですね。どんどん手線のペラチェンでですよと、これは横にも入ってるのかな、横にも、ですか、 4×2 の8個になってる感じかな。食べやすくていいですね、そういうの方が、クリームたっぷりなんか横浜もわーっとはみ出してきたりしてね、おー、一口いくのもなかなか大変だしね、おじさんどうしたらいいんだろう、おじさんどうして食べたらいいんだろうってなるところなんですけどね。なるほど、いいですね。と、バーテンに切り寿司もあります。寿司もね、出せるんですね、すごいですね。なんか入ってる、1、4、5、6、6の12の13、14、15、16、18、9皿分ぐらいですね、入ってますので、ね、すごいですね。さらに、キンパセットってことは、やっぱキンパデリバリーに向いてんだろうね。扱いやすいんだろうね。キンパも増えてきましたね。ということで、まだね、ほうまきでもこれからキンパの勢力不足は増えてくると思いますけど、これはいろんなキンパが入ってるんですね。あれ、キンパってどっちでした？キンパでしたっけ？正しい発音。キンパパール、キンム、キンムの方でしたっけ、キンパーでした、キンパーでしたっけ、どっちでしたっけ、続き。しまった、韓国製ね、もうちょっとね、一回、財政危機の時にね、一回全部クリーンアップしてしまったもんでね、ちょっと今、辞書から一気に減っちゃったんですけどね、またちょっとね、余裕みたいな、ね、辞書も買い足していきたいんですけどね、辞書めくるだけでね、ネタどんどん出てきますからね、まあ言いながら、それで慣れてしまうと、ネタ出しなんて全然困らなくなっちゃうんでね、あれなんですけどね、金髪セットありますよと。で、さらに、洋風、木八さん回収で、ね、こんなんですね、洋風のところに、パフェアイス、アイスも入ってくるので、冷凍？あったかいのみになりますね。ということでございます。はい。そう、すごいですね。豪華な。ちょっとこの、読み上げして、たらもう気がないですね。喉がもたえばもう。はい。で、さらに、ニコロス小島監修。小島さん監修ねとか、ここにも入ってくるんですね。これあれですよね。確か小島さんって、おせちの方にも入ってましたよね。うん。お肉とシーフードを楽しむ。オードブルってことはオードブル。ああ、これあれだ。お肉がドーンと乗ってるのに、伊勢エビ入ってたやつじゃなかったっけ。ほら、伊勢エビ、ここにと見えてるよ。ほら、伊勢エビハーフ。怖いね。17,000円。そりゃそら、伊勢エビ入れてんだから、そうなるって。やってんね、これと。豪華っすね。あ、だから、これは、これ買う人ってのは、これ買う人じゃない。これ買う人じゃなくて、あれ買う人はもう、これ行く人ですね。これ行く人ですね。これ行く人ですね。だから、セットとか買うぐらいになると、やっぱケーキもこれになってきますから。で、さらに、お酒ですよ。で、今年もやっぱり、ヨシキさんのやつが入ってきますね。これちょっと一回飲んでみてんだけどな。うちは結局めちゃくちゃ量を飲むんで、2,000〜3,000円ぐらいとかで、ボトルだと1000円台から3000円台ぐらいで、のやつをずっと飲み続ける形なんで、いろんな、種類はね、買いますけど、比較的いわゆるミドルレンジみたいなところからね、いわゆる、普段使い向けみたいな感じのやつばかし飲んじゃうんで、どうしても、お酒のおさん的に、ね、こういったところで、ね、行きにくいんですけど、まあ一回ぐらいちょっと行ってみたいですね、この吉木さんのやつは。美味しいらしいですからね。ということで、フルボディ、辛口っていうことでありますよということで、いいですね。シャルトレってことは、これスパーグリーン、あ、白か、単純に白かな。
スパークリングじゃないかな、ありますよって形で、いやスパークリングか、こっちはシャルドネがスパークリングだよね多分、でカルドネが多分いわゆる赤になってくるのかな。でローゼ、あローゼいいな、俺ローゼ好きなんですよね。次の日の頃からめったに飲まないけど、さらに吉木さんとシャンパーニュと組んだのもあるんですね。へー、うまい。あー、ローソンさんって欲しいものリストないかな、アマゾンみたいに誰か買ってくれって。いや2万円、どうせなく、こっちでひどいね、6000円迫るってまあまあよ、スポットの額にしたらまあまあですからね。青スパぐらいのやつにしとけ。ストゼロか。ストゼロでいいよ。いや、ストゼロでも買ってくれたら嬉しいよ。うん、全然。うん、お酒は嬉しいです。はい。という形でありますよ。ね。いいですね。シャルドネ、アンコール、カルポルニー。ね。いいですね。はい。へぇー。ワイ、山田のワイとはえらい違いですね。うちも山田のワイで出してみようか。いや、探せばあるでしょ。山田のワイでいろんなプラン。いや、だって山田っすよ。山田でね、多分ね、一産業揃えれるって。だって山田病院あるもん。違う、山田病院あるでしょ、山電気屋さんでしょ、山田電気あるでしょ。一回企画でやってみよう。全部山田で揃えれるか。うん、必要なもの全て山田で揃う説やってみよう。うん、だって山田電気がさ、何でも手出してるから結構いけるって。何新企画とかも考えながら、やっぱり吉木さんでとかありますよ。いいですね。ロゼもね、あるんですね。いいですよね。うん。で、さらにマルティーンのありますね。はい。カナタイも定番ですよね。750か。そうか、750で1500だ。普通に別にマルティーンは一段使いな感じですもんね。で、さらに、モエシャンド。ね、モエシャンド。とか、モエがね、750ミリで買えるのはいいですよね。うん。シャンパーニュですもんね。あれ、モエはシャンパーニュですもんね。完全に。ああ、いいですね。で、さらに、こっちはロゼアンペリアルですね。はいはい。もあります。ロゼもありますよ。で、さらに、これは何？イタリアなんだ。ランブルスコ。ランブルスコって去年もあったっけ？グラスパーロッサティ、カルテルベトロってことで、1290。はい、あれですね。これはまあ、フランス系な感じでしょうね。ドイツは甘いですもん。イタリアは甘いですもんね。で、ドイツは、ちょっと、肉醸油とかにグッと合う感じのイメージですけど、ヘンケルブラン、だって、加工系の肉に合う感じで、生の肉だとこっちのイメージだな。生の肉を食べるわけじゃない。フレッシュなね、焼いた肉とか、そういうような感じ、調理した肉とかで、ね、なんか、塩味の強いソーセージとか、加工肉を、食べるときは、こっちの方が合うけど、ね、やっぱドイツとイタリアのその食文化の差なのかもしれませんね。やりますね、なるほどね。あります。ちょっと、エンケルですね。で、さらに、エドリントンのスコッチか、グレンロスです。飲んだことない。これはシングルモルトなんだ。スコッチのシングルモルト。そうだよね。29,700円になるよね。うん。そうだよね。これはね、シングルモルトはね、もういいですね。うん。飲んでみたいね。飲んではみたい。なかなかね、開けにくいっす。なんて言うの、開けにくくなっちゃうんですよね、この手のやつって。どうしてもちょっとね、なかなか、プシュっていくのがね、勇気がいるお酒ではありますんでね。シングルモルト、どうなんだろうな。ウイスキー入るときってシングルモルトから入った方のがいいのかな。私はもう、いわゆる完全なブレーモルトかね、普通に、あれどっちか、トリスが先かな。トリス、普段飲むのは私、あっちなんです。日課の方なんですけど、日課のクリアブラックなんか普通に家に絶対置いてありますもんね。あれどこ行ったクリアブラック。クリアブラックどこに置いたっけ。隣だ。隣の部屋に置いてあるわ。ありますけど、どっちかというと、ハイニッ
家の方の普段使い、普段使いっていうか、やっぱし、お給料日が入ると、ハイニッカ買って、これ、それを飲みながら、まあ、1週間ぐらいは、ハイニッカを楽しんで、まあ、残りの3週は、クリアブラックかなっていう感じで、4回に1回ぐらいは、ハイニッカっていうような感じかな。あ、それ以外のやつも行きますね。スコッチとかも全然普通に行くし、まあでも2000円ぐらいのやつとかで、ブレーモルトのね、やつがいろいろとあるし、うん。シングルになるとね、一気に、お値段こういう風になってくるんでね、なかなかシングルは手出せにくいけどな、飲みやすいのはシングルの方が飲みやすいか。やっぱ、美味しいのはシングル、じゃあシングルだよ。でもやっぱシングルの方がうまいとは思う。うん、確かにな。うん、思うからな、あれだけど、どうなんだろう。酒飲み的にはもうやっぱし、普段飲むのはもうブレーンモルトだからな。シングル毎日飲むよ。酔っ払う金持ちないとそれは厳しいしね。うん、体にはそっちの方がいいのはそんなに変わんねえかな。どうなんだろうな。ですけどね、いいですね。いや、お酒の会じゃないの。またお酒はお酒でやろう。私、お酒語りだけやね。もうだって1時間10分超えてんじゃダメだって。てか、いろいろと、ワンちゃん用とかもありますよって。じゃあ、ざっと流してかもくれて。はい。ギフトセットこういう感じに入ってるんですね。前、ワンちゃんケーキとかっていう感じじゃないですね。前なんかそういうのが多かった気がするけど、結構猫ちゃん用の猫商材みたいなね。チュール?チュールかな?これ。はいはいはい。ありますね。こちらにギフトが、チュール、チュール、チュー、チュールとあるというわけでございますね。はいはいはい。で、こんな感じ、大きさで言うと、そう。改めてこうやって見てみると、4、5、5って、ね、意外と触りますからね。うん、ということでございますね。はい。ありますよ、という形で答えましたということでございますね。で、ああ、この辺りは、ケーキの、商品画面とかのデータの電話を書いてる。お取り組み方法とかも書いてますけど、まあ、お店に持ってったら大丈夫ですよってことでございますね。はい、ということで、まあ、一部店舗、ローソンストア100ではやってないらしいんで、まあ、そこら辺りだけ、ね、ちょっと気をつけてもらったら、あと、なんか、ナチュラルローソンも扱ってない商品もあるらしいとかっていうのがあるらしいんで、ちょっとその辺りだけはちょっと気をつけてもらって、やってもらったらいいんじゃないかなということでございますね。早割りとかもいろいろとありますよということでございます。まあ、22から24宅配なんかもあります。気になる方はぜひね、細かくパンフレットに、ホームページにもデータがございますね。そちらを見ていただいたらいいんじゃないかなということで、テントでお付き合いとかもありますよということでございました。で、大体固定線、予約の特典みたいなのはこういう感じでありますと、12月1日まで、やります。18時までですね、テントとかあるらしいんですけど、ですので、アプリ予約のやつの方になると、これ、のポイントの付与は、12月14日までということなので、まあ、期間全然あります。なので、大丈夫ですよってことでございます。これがないところがあるんだよ。次そっちやるかな、という感じで、アプリ予約とかを押してます。やっぱアプリ、全盛期になってきましたね。そこでね、確認するとリピート率が良くなるんでしょうね、多分。とかがあるんだと思います。という形でね、これが、ローソンさん、の、あれになってましたから、まあ、お得でございますよ。ということで。お得だし、多分これだけ、直前まで声上げできるのは、これ、独自開発を相当手に入れたことによって、まあ、調達とかの人は大変だと思いますけど、商品部のね、いわゆる、原料とかを揃えて、ストックとかして、工場の、いわゆる原料品のデリバリーとかやる人はね、なかなか直前まで、カックが取れるのは、なかなか大変かもしれませんけど、まあ、とはいえ、ね、この辺りとかもしっかりと確保してるっていうのは、すごいですね。チニックとかできるのがいいところだなという感じでございました。ローズはこんな感じ。まあ特徴としてやはりオリジナル力入れる結構年々強かったですけど、今年はもうケーキはほぼ全部、オリジナル開発というところからも見える通り、かなりうちカフェ 自社の、そのケーキの開発能力、スイーツの開発能力にさらにチキンね、もう、あれくんとかじゃなくて、やっぱ黄金チキとかそのあたりとかに、しっかりと焦点を合わせてきてる。一昔前はね、唐揚げくんとかが、そういう感じのやつは、コンビニさんで、まあ本格的なチキンはね、ケンタさんで、みたいなのが、コンビニもここまで、しっかりとしたラインナップで揃えてくれるようになってきてるっていうのは、だったらね、
一緒のところで買いに行けばもうね、あのケンタッキーのねクリスマスの渋滞あそこだけ1時間ね以上かかるんじゃないかとかねいうようなところお店もあったりしますから、すごいことになりますかっていうのを考えると、それを全部ねローソンさんに行ったら、ね、全部それで、ローソンさんの場合店舗数がすごく多いね、コンビニさんの店舗数が多いんで、お客さんがその分ねあのばらける分、1店舗にねずらーっと大重列になってウギャーっていうようなこともね、緩和されるんでね、そのあたりとかもトータルバランスで見てかなり、コンビニさん便利のあの便利さを最大限、その自社の強みをやっぱり生かすっていうのが強いですよね。やっぱね自社の強みを生かしてやった上で、競合他社のところのライバルの強みを削るっていうのはかなり強い戦法だなと、戦略的に強いなというのを見ながら。クリスマスケーキ、今後のやつがどうなってくるかですね、スーパーマーケットのね、例えば表紙とかがどうなってくるのか、そのあたりとかもね、ちょっと注目しながらね、他のやつも今後見ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ、なんやかんや、結局1時間20分喋ってんの、すげえな。なんてこったということですけど、まあ、これぐらいで締めて、次のやつも撮らないといけないんで、どんどんまた見ていきたいと思います。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。自分のいや、この画面の締めようか、ありがとうございました。次行きます。